どうも、こんにちは、こんばんは。白王子ゆうやです。ウィレ2020マスターリーグ続きやっていきたいと思います。本日のコメント紹介させていただきたいと思います。本日のコメントはですね、シャープ12にて初コメントをいただきました視聴者さん、ザクロキヨさんでございます。ありがとうございます。ザクロキヨさん初コメントということでですね、私本当に少ない視聴者さんでございます。こうやってね、貴重なコメントをいただけること感謝しております。ありがとうございます。ザクロキヨさんからのコメントですね、冨安選手リストアップしましょう。いるかわからないですけど、わら、まったりやる感じで好きです、ということでありがとうございます。本当ね、めちゃくちゃまったりです、私の配信。はい、なんかもうずっと喋ってるみたいな感じなんですけど、もう喋りすぎて全然ゲームが進まらないみたいな、動画になってるんですけど、ぜひとも今後もお付き合いいただけたら嬉しいです。冨安選手、本当にね、そういったね、あの選手のね、紹介してくれると本当にありがたいです。リストアップ、してまいりました。はい、で本当に選手あんま詳しくないので、こういった選手リストアップしてみたらどうですかっていうコメントいただければ、もう基本的にもうリストアップしていこうと思ってますので、ぜひともこういったねコメントもお待ちしております。初コメントね、ザクロキヨさんありがとうございます。冨安選手、早速って言っちゃったコメントに興奮すぎて早速って言っちゃった、早速ですが、冨安選手リストアップしてまいりました。日本代表のね、今現時点でディフェンダー、センターバックやっております。はい、今ですね、セリエ A のポローニャというチームにいますね。ポローニャってさ、あれ？今2部リーグにいるチーム？ 1 部リーグのチームですよね、確かね。同じリーグにいる？あー、違いますね。多分1部リーグにいますね。同じリーグなんですけど、ま、なんとセリエ A にいるというところで、ぜひともね、今ね、センターバック補強したいっていうところあったので、まあ、冨安選手、リストアップに加えさせていただきまして、センターバック、まあ、ヘディング、ジャンプ、フィジカルコンタクト、スタミナ、ディフェンスセンス、ボールダッシュ、アグレッシブネス、が高い選手で、まだ21歳と、若い選手、逆足のね、頻度、まあ、精度もいい感じで、コンディション安定度も高いので、21歳と若い選手、スキルも3つ持ってます。ぜひともね、獲得したい。めちゃくちゃ獲得したい。チームロールもムードメーカーというね、チームロールがついてます。今後にね、本当に期待の選手なので、これも冨安選手、移籍交渉、申し込んでいきたいところなんですが、なんとですね、年俸が、90万ユーロ。はい。今、現時点で62万ユーロしかないというとこなので、ちょっとですね、厳しいんですよね。まあ、冬の移籍に、間に合ってくれたらなっていう感じなんですが、まあでも、冨安選手もちょっとね、お金が出たらすぐに取りに行きたいと思います。で、今、現時点で、このセンターバックのね、選手、1人、もう獲得が決定してたんですよね。アフメド・ホジッチ選手、獲得が決まってるので、1月1日に来るわけなんですが、もう1年はね、センターバックやっぱ欲しいので、まあ同じね、若い、冨安選手、日本人選手いっぱい増えてしまうんですけども、ぜひとも獲得していきたいなというところもありますので、ちょっと給与予算がですね、多くなったら、冨安選手、獲得に行きたいと思います。で、移籍金に関しては、もう契約解除金さえ払えば、はい、このような形で取ることができます。28543で取ることができますので、あとは年俸ですね。チームとの交渉はもういいので、これで契約解除金払えます。払う分、年俸がやっぱね、90万ユーロだとなかなかきつい。まあ、63万ユーロとかでもいけるんですけど、まあ、できたらね、80万ユーロ近くで出したい。で、契約年数も、まあ、3年ぐらいはちょっといきたいなと思ってるので、そうですね、あと100万ユーロかな。100万ユーロぐらい貯まったら、冨安選手獲得したいなと思うので、まあちょっと今はね、ちょっとリーグ戦に頑張って、ちょっと行って、ちょっとお金貯めていけたらなという感じで、ございます。はい、ということでございまして。で、もう一つね、コメントいただいたんですが、もう一つのコメントはちょっとね、試合をやりながら、返信させていただけたらと思います。では本日リーグ戦でございます。スケジュール確認するの忘れてたわ。ちょっと見ていこう。うん、まったりすぎるだろって感じですね。本日のスケジュール、イタリア2部リーグ第11節、12節、13節、3試合お送りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。では、監督モードで試合進めていきましょう。ゲームプラン確認。ということで、おっとおっと、本日調子悪い人いっぱいいるね。ということで、まず、ルカ・ジョルダ選手、ライトサイドバック、変えていきます。大越選手も調子悪いね。ちょっと、今日はじゃあサイドバックを変えましょう。そして、センターバックも調子悪いと。レホイダ選手いきましょう。で、いいかな。うん。ということで、ミハイロ選手ちょっと調子いいね。じゃあちょっと使おうか。はい、ということで、こんな感じでちょっと今日は行きたいと思います。はい、中村選手もちょっとね、スタミナがっていう感じなんですけど、まあ、メリコフも調子普通なので、まあ、今日はこれでいきたいと思います。はい、ちょっとね、ディフェンダー3枚変えたというところであるんで、ちょっとそこに注目していただけたらと思います。では、1試合目、ゼブラとの試合、キックオフ、やっていきましょう。
はい、そしてですね、もう一つ、コメントご紹介させていただけたらと思います。もう一つのコメントもですね、同じく、視聴者さんザクロキオさん、コメントいただきありがとうございます。本当にね、ありがとうございます。初コメントに続きね、二つ目のコメントということで、シャープ、13にてコメントをいただきました。ハズハットトリック選手からしても嬉しいでしょうねということで、キキアルカス選手がですね、このシャープ13にてマスターリーグ初の、ハットトリックを達成してくれました。本当にね、私としても嬉しいですし、やっぱ選手もね、キキアルカス選手も、嬉しいんじゃないかなというところでございますね。また次も頑張ってくださいということで、ありがとうございます。コメントね、貴重なコメントいただきました。ありがとうございます。ぜひともね、またね、次のね、ハットトリックを取る選手は誰なのかっていうところも注目していきたいなというところではございますし、あとはキキアルカス選手がね、リーグの得点王なんかにも輝いてほしいなという気持ちありますので、ぜひとも今後期待していきたいなと思います。結構攻められてるよ。おっと、危ない、ボストに助けられていくが、あーっと、やっちまった。なんと本日の動画、結構ディフェンダーをね、3枚変えたっていうところはあるんですが、なんと早い時間帯から先制点を許していく。いやー、厳しいね。反応ができるんですよね。ということで、前半戦から1点取られてしまったんで、もう早速ですが、攻撃的な指示をね、前半戦からしていきたいと思います。負けるわけにはいかない AC ミラン。多分まだ今現状リーグ戦負けなしじゃないかな。負けなしなので、もう前半戦早い時間からですが、攻撃的指示をしていきたいと思います。やっぱり今日はあれかな、ちょっと調子悪いということで、サイドバックの選手とセンターバック1枚変えてますからね。ちょっとそういうところもあるんでね、ちょっと守備的な部分では不安があるんですが、ちょっと2点目は取れないよ。2点目は抑えたよ。おっとっとっと、危ない危ない、オフサイド。オフサイドです。オッケー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 。いやー、先制点取られてしまいましたね。大丈夫、まだ始まったばっかりですから、前半戦ね、傷口をこれ以上広げないことですよね。続いていきましょう。まだ前半中盤なんで、リスクを犯す時間帯でもないですからね。そう、リスクを犯す時間帯ではないんですが、同点に追いつきたいので攻撃的指示をしております。私落ち着いていこう。もう取られたら取るしかないですからね、こっちとしては。さあ、いいよ。ここは通らない。さあ、久しぶりにね、ちょっと追いかける展開となっておりますが、チームとしては。さあ、じゃあキライス選手から、ここは通らないですね。落ち着いていこう、落ち着いて。まだ時間は始まったばっかりですよ。諦めたらそこで試合終了ですよ、安西監督も言ってました。いやー、でもセンターバック冨安選手はやっぱ欲しいですね。冨安選手ってあんな若かったんですね。結構ね、日本代表の試合とか見てて、最近ね、あんま知らない選手というところで冨安選手知ったわけなんですけど、若いね、本当に。最近日本代表の選手もね、本当に世代交代っていうところもあって、若い選手が多いので、いいプレッシャー、私もまだちょっと時代に乗り切れてないなという感じではあるんですけど。前線に入れます。いや、センターバックね、1枚補強は決まってたので、ちょっとそこもね、ちゃんと覚えてなかったわ、動画収録が空いてしまって。センターバック1枚決まってたので、もう1枚ね、センターバックの選手欲しいところがあるので、ファウルか。ここでファウルをもらいます。しゃあない、しゃあない。カードはないよね。カードはなければ大丈夫。注意が入ります。日本人選手がね、どうしてもね、多くなってしまうんですが、でもそれもそれで面白いんじゃないかなっていうのはあるのでね。日本人選手も獲得していきたいなっていうところでありますね。さあ、落ち着いていきましょう。でも今現状ね、日本人選手3人か、でもマックス4人ぐらいかな、4人ぐらいが私の中ではなんか限度かなとは考えてるんですけど、でも野球とかもね、結構その外国人選手は1軍にこれだけしか入れられないみたいなとこもあるので、そういったのもサッカーってあるのかな。もしね、外国人選手が入れないって言ったら、日本人もね、こっちのセリアとかで言ったらね、セリエ A とかで言ったらね、外国人枠に入ると思うので、どうなるのかなって感じですが。1対0のままですね。今日ちょっとハービー選手スパサブ使っていきたいな。ちょっとあれだね、ちょっと1点取りに行きたいですけど、体力的にはまだ大丈夫なので、後半戦行きましょう。攻撃的指示のままでね。さあ、ここちょっと取りたいよ。後半戦も始まってすぐですが、攻撃的な指示でね、行きたいと思います。リーグ戦長いですからね、負けもあるかとは思うんですが、
しっかりねリスクを犯してでもね、点を取りに行ってね頑張っていきたいと思います。さあ、イグバドキャスルダイン選手から小林幸選手、これはどうだ、ミハイロス選手には通っていく、通れ、キープしろ、うーん、フィジカルが強い相手チーム、さすがよね。さあ、後半戦なのでとりあえず追いつこう、とりあえず勝ち点1はね最低でも取りに行きたいので、さあヘッティヒから、さあ1番ヘッティヒ立ち上がってジャッキーライス、さあセーフアウト、お、いいよいいよ、あー惜しい、これは繋がりませんでした、これは繋がんなかったね、惜しいね。さあ60分なりそうなので、そろそろ1枚ちょっとね交代を使っていきたいんですが、ん、誰にしようかな、エグバドキャスルダイン選手ちょっとスタミナ的なあれなので、ウィリー・ハリントン選手いきましょう、一旦ここ変えようか。でコールフィールド選手もちょっと体力的なあれだったので、まあ大越選手あたり入れようかな、攻撃的サイドバック、ちょっと調子は悪いですが。さあここは小林さん、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 右足惜しい、逆足ですが、オッケーオッケー、いいよいいよいいよ、攻められてきてる、攻められてきてる、取ろう取ろう、さあコーナーキックというところですね。まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ全然時間あるから、まだ60分ですから。さあここでねオフェンスミッドフィルダー、ウィリー・ハリントン選手が入りますと、選手交代1枚使って、え、70分だったらもう1回見ていきましょう、ゲームプランね。さあジャッキーライス、ここは取る、ここ取る、キカルカス、惜しい、ウィリー・ハリントン、オッケー、よくいたそこに、キキアルカス選手、いや違う、ベリコ・ミハイロフ選手だ、ナイス、ミハイロフ今日スタメンで絶好調としてね使わせていただいたんですけど、絶好調か分かんないけど調子良かったんでね、ナイス、ミハイロフ追いかける展開でしっかり追いついていく、ちょっと見ていこう、よく詰めてたんじゃない、ここでキキアルカス打ってミハイロフ、ナイス、よしよし、1対1でも1対1で終わるわけにはいかないので、もう1点取りに行くので攻撃的指示のままでいきたいと思います。どうしようかな、体力的にはちょっとコールフィールド選手変えようか、レフトサイドバック大越選手行こう、攻撃的サイドバック、ちょっと今日調子悪くて外したんですけど、うん、こう変えよう、よし、ではちょっとね1対1で終わるわけにはいかないので、ここで大越優太選手行きましょう、もう1点取りにね、もう1点行こう、もう1点サイドから、さあ攻撃的指示のままでいきたいと思います。攻めます、引き分けが一番面白くない、まあ、リーグ戦なのでバランス的な指示をしてもいいですけど、あ、バランス指示にしよう、やっぱ最低勝ち点1っていうところを考えてね、リーグ戦長いんでね、ちょっとここははい、バランス指示でいきたいと思います、すいません。さあこれどうだ、うーん、ここは通らない、まあね、レフトサイドバック大越選手に変えたのでキカルカス、ラッキー、これ相手の惜しい、相手のミスからキーパーよく止めたな、でもキカルカス選手も今逆足だったんでね、でもコーナーコーナー、相手のミスからチャンスを作り出したんですが、残念ながら得点にはつながらず。さあコーナーキック、カトリア・バシリ選手からここ欲しいよ得点、コーナーからね点取ったことない気がするな、うん、ここは残念ということで76分、そろそろね交代枠1枚使ってもいいかなっていうところないですか、80分だったらちょっと見ていきましょうかね。いやコーナーからね点取りたいですよね、コーナーから点取ってなんかリプレイとか見たいな、気持ちいいですわっていうねリプレイね。さあ80分そろそろ経とうとしてます、絶対相手に点は取られてはいけないですからね。大越選手ナイスパス、大越選手がね本当いいパスをねしてくれるんですよね、あのサイドバック、左のサイドバックからね。さあ80分経ったのでちょっと1枚交代枠ね使いたいんですが、体力的にはうーん、ミハイロフ選手あれか、ちょっと変えようか、スパサブハービー選手入れよう、ちょっと得点取りに行きたいんでね、ちょっとねジャッキーライス選手も体力危ないんですが、なんとか頑張ってほしい、ちょっとフォワードを1枚変えます、スパサブハービー選手入れて、さあミハイロフ選手には OK ナイスキープ、ミハイロフ、あー惜しい、まあちょっとスタミナ切れてるってのもあるからな、ちょっとなもったいなかったね、今のがねハービー選手とかであればワンチャンあったんじゃないかなってところなんですが、まあ残念ながらね、まあでもここでちょっとミハイロフ選手に変えてハービー選手スパサーブいきます、残り時間少ないですがね、ここ取りに行きたいですね点ね、まあジャッキーライス選手がちょっと体力危なかったので、ちょっとそこはね気をつけてほしいなというところであるんですが、大越選手とか結構使って攻めてほしいですね、ここね、レフトサイドバックからね、
さあバシリ選手からハービー選手に通ってウィリハリントン、オッケー、キキアルカス、このねトライアングルいいよ、いいよいいよ、キキアルカス、キキアルカス、ここは打ちに行く、打ちに行くけどディフェンダーに当たっていく。ロスタイム5分、長いね。でもロスタイム残り少ない、頑張っていこう。わーということで、本日の動画の初戦はですね1対1という結果で勝ち点1をね分け与えるという形になりました。まあでもね後半戦しっかりとチームとしては追いついてくれたので、まあ負けではなかったんでね、とりあえずはね良かったとしましょう。ポジティブにいきましょう。はい、評価点としてはミハイロフ選手が 7.5、 素晴らしい。よくねスタミナ、あ、スタミナじゃない、スタメンのねそして活躍してくれました。さあ勝ち点1でございますが、1をねしっかりキープしていくという形ですね。さあ2試合目、ドレパヌメーゼ、ドレパヌメーゼ、今すごいなんか言い方変だったけど、さあリオネル・メッシ選手が世界年間最優先選手を獲得、おめでとうございます。メッシ選手、いつか私のチームに来てください。はい、お願いいたします。ゼブラとの試合は1対1、メッシ選手が世界最高年間受賞、メリコ風に移籍オファー来てますね。さあ、次回に向けてというところですね。メール見ていきましょう。世界年間最優秀選手は、メッシ選手。そして監督、いや全然気にかけてないんですけどね、ニコ・コバッチ監督ですね。はい、うん、なるほど。マンスリーレポート、そしてベストイレブンにイヴァン・ヘイティ選手、キケアルカス選手、小林祐希選手が選ばれました。おめでとうございます。素晴らしい月間ベストイレブンで、トレーニングもですねいい感じに、コウスケ選手、中村選手も、今月中にスキル獲得見込み、オッケーオッケー、いいよいいよ、うん、という感じですね。下部組織の選手も入ってますね。このオスキャル選手とかね、多分下部組織の選手ですね。ネイピア選手とかもね、ヒパート選手とか、うん、なるほどなるほど、オッケーです。はい、メリコフに交渉が来てますと。いやでも今ゴールキーパーどうかな、出せないかな。まあ、中村選手の代わりにやっぱね今ねメリコフ選手使ってるっていうところではあるので、まあ年齢的にはもう出してもいいんですけどね、もう落ちるんでね今後ね能力としては。まあでも今移籍リストはダレン・メイヤー選手にしてるので、ちょっとメリコフは今現状出したくないな。ちょっとここは交渉中止でいきたいと思います。まあもう一枚キーパー取れたらね全然出してもいいんですけど、ちょっと今ねメリコフ選手と中村選手でっていう感じなので、では2試合目、やっていきたいと思います。さあ調子は、おお、キケアルカスエースナンバーがちょっと調子悪いですね、マジか。そしたら今日は、ジャービス選手いきましょうか。センターフォワード、今日2枚センターフォワードでいきましょう。でウィリハリントン選手ちょっと調子いいので今日はスタメンでいきます。グレイビル選手調子いいんですが、まあ、イヴァン・ヘイティ選手の方がね総合値的には断然高いのでこのままいきましょう。はい、ということで今日ハービー選手ね調子いいので途中からスパサブとして出てきてほしいですね。 OK、 では、こんな感じでいきたいと思います。今日はねオフェンスミッドフィルダーにね、ウィリー・ハリントン選手入れておりますので、ぜひとも注目してみていただけたらと思います。では2試合目キックオフやっていこう。さあ頑張っていきたいところですね。まあ、1試合目は1対1と引き分けで勝ち点1を分け与えてしまったのでね、ここは勝ち点3を、取りに行きたいと思います。頑張っていきましょう。では本日の第2試合やっていきたいと思います。キックオフだー、やってけー。こちらの一戦をさあ今日は AC ミラン黒のユニフォームですね、かっこいいね、白黒赤みたいなね。さあね、ここねまず先制点取られないように気をつけないとね。前の試合は先制点を取られてしまったのでね、そこからちょっとね厳しい感じだったので、さあ今日はね、フォワード、レイナー・ジャービス選手も使っているので、ぜひとも注目していただきたいですね。絶好調ということでね、絶好調か分かんないけど調子がですからね。さあジャービス、さあゴイオスに預けて、ウィリハリントンオフェンスミッドフィルダー、ウィリハリントン、ウィリハリントンからスルーパス、ゴイオス1対1、オッケー、素晴らしい。しかもあのウィリハリントンのあのフィジカルとあのスルーパスよ。でしっかり1対1でゴイオス選手が決めていく、ナイス。いやいやいや、痛い痛い、心臓が痛い、乗るな乗るなって。よしよしよし、ということで AC ミラン2試合目なんとね幸先いいスタートを切ることができました。先制点、オッケー、素晴らしい。いよいよこの調子で追加点取っていこうよ。
今ね、ウィリー・ハリントン選手のね、スルーパスもすごい良かったですね。さあミラン、では時間に先制に2試合目、これは自分たちの続き見ていきましょう。はい、先制できたことで、さあ相手はね、攻撃的な戦術指示をして、してきているので、まあ、なんとかカウンターを狙ってね、追加点取りに行きたいところですが、ここは黒下がってしっかりと OK クリアしていきましょう。さあカウンター、カウンター、ジャッキー・ライス選手、大きく前線、ルカ・ジョルダ選手から前には通らない。現在リーグ失点数が一番多いチームというデータが出ています。落ち着いていきましょう。抜けてくる、クロス、ここはクロス上がったが OK ナイス、あ、気をつけてね、小林さん、小林選手 OK ナイスクリア。大きく縦、やっぱあれですね、相手チームも攻撃的な指示をしてきているので、なかなか守備の時間が増えてますね。OK、よく取った。さあ攻めていこう、カウンターだカウンター。さあ大越選手からジャービスに通ってゴイオス、とはいかないね。でも大越選手いいですよね、あそこで本当にロングパスして結構ねやっぱ通ってるので、本当に大越選手は注目ですね。16歳、日本代表を担う男ですから本当に楽しみですよ、どこまでね伸びてくれるのか。さあウィリー・ハリントンに預けてゴイオス、ゴイオス、ゴイオス、なんかすごいことになってるけど、オフサイドか。オフサイドです。まあ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 、でもいい。ゴイオスが今ディフェンダーの人とすごいことになってたけども、めちゃくちゃ絡み合ってたよ。もうそんな見たくないわっつってね、男の絡みなんて見たくないわっつって。さあ1対0のまま前半36分経過でございます。相手チームは変わらずね攻めてきておりますので、攻撃的指示をしてまいりますので、なんとか抑えてカウンターで追加点を取りに行きたい。さあ小林選手から、ここはウィリー・ハリントンに預けて、通らない。 OK ナイス、ウィリー・ハリントンよく取った。下部組織の選手ね、注目してますかね、私ね、下部組織から上がってきてのウィリー・ハリントン。さあこれは通らない、惜しい。さあ前半残りわずかでございます。さあロスタイム0分ということで、これで終わるかな。はい、ということで、本日の2試合目前半戦は1対0で AC ミラン折り返しという形でございますね。まあ、いい形で点取れたので、この調子でね追加点取りに行きたいと思います。スタミナ的には大丈夫、 OK。 では後半戦2試合目やっていきましょう。60分70分80分でゲームプランを確認していきたいと思いますので、皆さんご了承ください。では行きましょう。今日はねスパサーブハービー選手もね調子良かったんで使いたいですからね、なんとか頑張ってもらいたい。さあこれはゴイオス選手には、惜しい。ではセカンドハーフ見ていきましょう。ミランとしては後半攻めに行くのか守りに入るのか、もう1点取ろう、もう1点追加点、1点じゃやっぱ怖いですからね、追いつかれちゃうからね。落ち着いていこう、まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだガスカル、行きましょう。大越さん、いいよ大越選手、あーこのコナーか、相手選手に当たりゴールラインを割っています。コナーかな、コーナー怖いね。コーナーでね点取られてるってイメージはあるんですよね。コーナー点取れないっていうイメージはあるんですけど、相手の場合はコーナーで点取られてるってイメージが強いんで、 OK よく抑えた。よしよしよし、とりあえずピンチはね、あ、まだ続くんかい、まだ続くんかい。さあここはなんとかしのいでほしい、気をつけて。 OKOK、 まだクリアできてないよ、落ち着いていこう。さあ60分経過したので、ちょっとね一旦ゲームプラン見ていきましょう。試合の流れとしてはちょっとピンチなんですけど、さあどうしようかな、まだ大丈夫そうだね、スタミナ的には。なのでまあこのままいこうか、とりあえず70分ぐらいだったらまたね、あー抜かれた。さあここ取って3人でなんとか、今入ってきた、なんかすごいことになってるけど、さあここちょっと抑えたい。ここで受けて、ピンチ続いてるよ、ピンチの後にはチャンスや、ピンチをしないならチャンスは来るはず。一旦前を取る、粘るね相手もね。さあここチャンス、ゴヨス、さあカウンター、カウンター、さあジャービス上がって、さあ行こう行こう行こう、点取ろう、ゴヨス、ジャービス、ワンツー、行こう行こう、ウィリー・ハリントン、いいよいいよ、人少ないよ相手チーム。あーこれちょっと大きいな、もったいないな。さあ70分経ったのでちょっと見ていきましょう。さあどうしようかな、ちょっとハービーは今日使いたいんですよね、なのでちょっと5要素は出しておきたいので、ハービー選手入れようか、今日ハービー選手ちょっと前にしようかな。 OK、
じゃあちょっとゴイオス選手とハービー選手でちょっと行ってもらおうと思います。もう1点ね、取りに行きたいですね。さあ落ち着いていこう。長いボール縦へ。ちょっと結構ね、攻められてる時間が多いので、この2試合目ね、勝ちに行きたいとこですね。勝ち点3取ろう。キーパーから前線へ。さあ中村選手からゴイオス選手、ここ取ってほしいんだけどな、ここもったいないな。やばい、気をつけて。バシリ選手、キャプテン、この位置で受ける。センターバックキャプテン、あーまたコーナーか。80分、ちょっと選手交代も考えよう。スタミナ的に相手はもうね、攻めてきますからね。さあ残り少ない時間ですが、体力的にはどうだ。まあ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 って感じですね。あの体力的に大丈夫そうなんだよな。小林雄貴選手ちょっと変えてもいいけど、グレビリ選手いろうか。ディフェンスミッドフィルダー調子いいので、ちょっと1枚ちょっとディフェンスミッドフィルダー変えましょう。中盤のね、守備的なポジションを。調子のいいグレイビル選手、立て続けに選手を入れ替えて、さあなんとか、守ってほしいですね。残り10分後半、気をつけてね。うわーマジか、やっぱり。いやコーナーがね、本当にね、結構やっぱあれなんだよな、ね、センターバックあれだな、補強しないとな。まあ1枚決まってるんですけどね、やっぱね、ディフェンダーですね。ここなかなかやっぱり守りきれてないっていうところありますね。ちょっと見ていきましょうか、どんな感じだった。負けてますね、高さで。いやこの時間にお疲れの痛いな。2試合連続引き分けは避けたいので、ちょっとこう攻撃的な指示を聞きましょう。残り少ないですが、ハービー選手も入れたんでね、スパサブ。さあスパサブ、ハービーに通る。ゴイオス、あー惜しい。ここ非常に疲れを感じる。さあちょっと2試合連続引き分けは避けたいんだけどな。頑張れ頑張れ。必要になってきますよね。なるほど。さあ残り交代枠使えるんですけど、ウィリハリントン選手ちょっとあれだね、疲れてるね。ちょっともう変えようか。ラストワンプレーですが、ここに今日はエグバードキャスルライン選手いるね。 OK。 ちょっとさ、これラストワンプレーになりそうだな。ウィリハリントン持ってって、ウィリハントからのゴイオス、あー打てないか。うそー、ロスタイム3分。さあここ絶対点取られないで気をつけて。ナイスゴイオス、あ、ジャッキライス、いいよ。ナイスジャッキライス、ラストワンプレーじゃないこれ。ハービーからのゴイオス、ハービー空いてるよ。ハービー、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 スパサブ、スパサブ。よっしゃー、これは嬉しすぎる、これはやばい。もう決ま、もうだってもうロスタイムもう終わってるやん。よーし、スパサブハービー、やっぱこれぞスパサブですよ。期待に応えるハービー、完璧やったね。1対1、ナイス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 。ここでよく取ったよ、サイドバックの選手か分かんないけど。でここスルーパスしてゴギオスからのハービー、ハービー、よしよしよし。いや2試合連続ね、ちょっと引き分けは避けたかったんで、ウィリハリントお疲れ。もうロスタイム終わってるけど、エグバードキャスルザインちょっと入れとこう一応。ということで2試合目もうこれも終わりでしょう。もうロスタイム終わってるしね。試合終了 OK。 ということでロスタイム終了、もうほぼ終了してたけどね。ハービー選手のラストワンプレーで取ることができました。ナイス。いや2試合ね引き分け勝ち点1っていうのは避けたかったので、この試合ね勝ち点3取ることできたのはめちゃくちゃ大きいですね。もう今日のヒーローはオスティンハービーでしょう。総合的に見たらゴイオス選手が高いけど 7.5、あのスルーパスもありましたからねゴイオス選手はね。ということで2試合目、ドレパヌメーゼ、ドレパヌメーゼすごい言えてないけどに、2対1でAC ミラン2試合目勝利することができました。ありがとうございます。勝ち点3大きいですねこれね、素晴らしい。さあということで、まあ、今のねこのね調子をキープして維持して3試合目いきたいと思います。3試合目の相手は、イエローですね。イエローということで、なんかメール来てるね、見ていきましょう。スカウト2人リストアップすることができたんですが優秀な選手ではないというところですね。バシリ選手にオファーが来てます、断るべき。まあセンターバックの選手ね、もう移籍1人決まってるんですけど、このねアフメド・ホジッチ選手入ってくるんですが、センターバックの選手バシリ選手とか残しておきたいかな。そうですね、バシリ選手とやっぱりフラン・エリクソン選手は一応スキルもね1個持ってるので、 PK キッカーとインターセプト持ってるので、
まあ年齢的に中堅なんですけど、まだ取っとこうかな。そして、このね、レホイダ選手は別に出してもいいんだよな。出してもいいんですよね。レホイダ選手、ちょっと移籍リストに一応加えとこうか。加えといて、で、レホイダ選手放出して、冨安選手あたりを。で、しかも給与予算も86万ユーロに増えましたね。もう行こうか、冨安選手。ちょっと移籍交渉しましょう。冨安選手に。ということで、まあ、移籍金も結構余裕あるので、ここ契約解除金も払って、もうね、チームと交渉は必要ないっていう状況にして、で、冨安選手、81万ユーロで、いけたらな、って感じですね。とりあえず交渉だけしてみよう。まだ交渉成立しなくてもいいですから、ちょっとお金まだね、余裕あるわけじゃないので、まあ、一応交渉だけ冨安選手、行きたいと思います。はい、契約解除金と年俸81万ユーロで、で、契約年数3年で、ちょっと交渉しましょう。はい。ということでね。じゃあ残り、ラスト1試合やっていきましょうか。スカウティング。まあ、ここら辺はいっかな。年齢的にも中堅の選手。まあ、24歳、韓国の選手。63か。まあ、63はいっかな。ちょっと低いですね。OK。ということで、では3試合目いきましょう。ゲームプラン確認。調子悪い選手は、おーって、エグバドキャッスルナインが調子悪いので、今日はウィリー・ハリントンですね。こういうチャンスをね、ウィリー・ハリントンはものにしてほしいですね。イバン・ヘイティ選手も調子悪いので、今日はニュートン・グレイビル選手。そして、エリクソン選手も調子悪いので、今日はじゃあ、コールフィールド選手でいこうかな。センターバックも守れるのでね。コールフィールド選手、総合値1でも高い方がいいですからね。OK。では今日はこのフォーメーションでいきたいと思います。あ、メリコフ調子いいね。メリコフ使おう。メリコフ今日調子いいので使いましょう。コウスケさんがね、ちょっと、調子的にね。スタミナ的にあれなんで。っていう感じでいこうかな。OK。では、そんな感じでいきましょうか。で、この3人はもうね、移籍が決まってるので、もう基本的には、自宅待機しといてもらいます。はい、ということで3試合目、DL イエローとの対決、キックオフ、やっていきましょう。いやー、しかしながら今日はね、2試合を通じていい試合をお送りできてるんですけど、はい、チームとしてはね、まあ、完勝はできてないので、ちょっとね、ここのね、最後の3試合目で、ちょっと2対0とかね、完勝してほしいなとは思います。頑張っていきましょう。イタリア2部リーグよ第し。13節、ということで、イタリア2部リーこのグ、時間もうは13ベル節ギーまで来対ましたドイね。ツ、イエイエロローとの戦ー、いでこすちらね。の一戦をお届キッけいたクオしフまだ、す。3試合目。ということで、今日ユはベンデツイゲームか対な。AC ミちょっラとおンの昼のゲームです AC かはね。ユニフォームに身を包ちょっとんだ直サ射ポー日ター光がが入っスてタいいジア感ムじでにす詰な。めかけさあ、これていはどうまだ、す。ゴヤス選手には。おお、通っていく、いいね。あそこ大が事通なるってプなレーかでなすかが、すごいですね。晴れまあ、てでしもまっキーたパーが、できな今い日はと。好条件でのまあ、でゲーもムいいプよランいによ、なりいいます。攻撃の流れできてますよ。このゲームの解説はおな頑張っじてみもら日いまし本ょ代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。う。さあ、どうここぞはよろし OK、くお願いコしールまフィールす。ドをよろしっしくおか願りいしとま取っす。ていく。さあ、センターバックの選手さあ、がね、もう1ゲームは人すとでりにあ始まっえずており移ます。籍は決定してるので、あとイ冨タ安リア選手2が部取れリーたらグね、もう第センター13バックの補節強は AC ミもうランこ対れ以イ上ンにテないルぐらミいいい形になるので、ラン、まずはこのぜひと点もの冨差安に選戻手にでもす来てほしいですね。ね。立ち上がりをしっかりと組み立てていかないと、展さあ、開ゴでヨきスなかっさん、たり、ミスまがだ出たりと若いですからね、冨安選自手分も。たそちしのペーてスに持ってね、これもうな1かっ人入たっりてとくかでるすけセンど、ターバックの選手も若かったので、まず立ちまあ、上がり2人をとも迎え若いま選す。手がセンターバックにいるっていうのはさあ今後ね、出楽ましみですた。ね。さあ素晴カウンらターしい。をジャ仕掛ッキ・けライます。ス、ワン・ツー、ミキッラカ・アンルのガ北ス。澤さん、ここ1週さあ、間ゴヨハース空いドてなるスよ。ケジュールをチーあー、ムゴはヨス組んね、でパいスできまないす。そうか。ですね、きっもったといない苦労してるね。選手も多いんじゃないかなと思うんですけども、ええ。今日は怪落ち着い我にていはこ注意しなければいけませんね。そうですね。う。オッケー、オッケー。それはファールですよと。さあ、なかなかね、ちょっと先制点を取りに行きたいとまころでだす両ね、チームここはともね。フィニッシュまでさあ、のバシ形リがありま選せんよ手。ね。こちらももう少し前がかりになってもいいと思うんですけどもね。さあ、ここはどうだ？キケアルカス選手落としてジャッキー・ライスかライスかららのパース。ルカ・ジョーザ。もうね、冨丁寧に安選足手が元を取れ使たらう。もうディフェンダーの補強はいいですからね。サイジョドーバザ、ックはアルドバカ・ジンョルテザ。ージ。そして、おーっとディフェンダーに当たっさあ、て、コーこれナーはキック、ミラン。コーナーか？コーナーですね。オッケーオッケーオッケー。さあ、チャンス。コーナーからね、点を取りたいんですけどね、なかなか取れないよね。さあ、どうだ、キケアルカス、惜しい。頼むよ、キケちこゃん。れはわずかに右でした。まあ、でも狙いとしては素晴らアルしい。カス、今の初強めてさをコーナーで思よいかっ知たんじゃるないことがか？できオッませんでした。ケー。まあね、残念ながら決まんなかったですが、いい形ではできてるので、頑張ってほしい。ということで、センターバックが2枚補強できたら、あとはどうしようかな。まあ、ディフェンスミッドフィルダーのイバン・ヘッティ縦選へ手のボもール。総合値70と高い選手なので、
あとはまあセンターミッドフィルダー小林裕樹選手、ジャッキーライス選手いて、でオフェンスミッドフィルダーはエグバードキャッスルダイン選手、そしてウィリーハリントン選手がいるので、あと補強どうしようかな、大迫選手あたり取りに行きたいですよね。でもね、センターフォワード、そうですね、大迫選手あたりもそろそろいけるんじゃないかな。富安選手が、まあ、取れたらね、多分大迫選手あたりちょっと狙ってみようか。センターフォワード、ちょっともう1枚ね、攻撃的な選手が欲しいので、まあ、守備をね固めた後は、あとは攻撃的な選手1枚入ってくれば大きいと思うので、ちょっと大迫選手あたりね狙っていきたいと思います。まあ、年齢的には29歳ぐらいかな、総合値77と、まあね、ちょっと上がってこないとは思うんですけど、大迫選手、そしてゴイオス選手なんかもね、まあ、ゴイオス選手がね成長してくれればもう完全にセンターフォワードのスタメンという感じだと思うんですけど、まだ総合値的にはね70乗ってないので、ゴイオス選手は偽ロナウドですね。さあ小林選手からキキアルカス1対1オフサイドないよ、ここ絶対決めろ、決定力低いけど OK。 素晴らしい。ということで AC ミラン本日3試合目、キキアルカス選手の先制点だ。素晴らしい、ナイスナイスナイス、いいよいいよ、いい形できてるよ、いい形、素晴らしい。小林さんのスルーパスも良かったですね、小林選手の。ナイスナイスナイス。いやでもあれですね、冨安選手も入ってくると日本人選手めっちゃ多くなるんだ、うちのチーム。しかも大迫選手も取るってなったらね、うん、まあそうなったら別にあれかな、センターミッドフィルダーの小林裕樹選手、まあそろそろ放出してもいいな。早いな、放出するのって感じだけど、まあ小林選手あたりもね、今後まあ放出ということも考えてはいるので、うん、年齢的にもう中堅ではあるのでしっかり取っていこう。まあでもまだね、小林選手はうちのチームに欠かせない選手ではあるのでね、頑張ってほしいなというところですね。さあ前半戦 AC ミラン3試合目イエローとの対決は1対0で折り返しでございます。素晴らしい。さあもう1点ね、追加点取って勝ちに近づけていきたいですね。さあ、まあ、ウィリアリントン選手は途中で多分交代してって感じかな。エグバドキャスルダイン選手がね調子悪いので、逆にここにセンターミッドフィルダー3枚でもいいかなと考えてるんですけど、まあ、後半戦ちょっとやっていきましょう。 AC ミラン対 DL イエロー、 DL イエローとの対決、後半戦キックオフ。さあもう1点欲しいですね、もう1点取りに行きたいところですね。ミランとしては後半攻めに行くのか守りに入るのか、落ち着いていこう。いいよいいよ。さあゴヨス選手からキキアルカス選手には通っていく、キープキープ、 OKOK、 いいよいいよ、強い強い、素晴らしい。まあ、でも大迫選手取るのも給与予算が今ね冨安選手取ってしまったら結構厳しい状況にあるので、もうちょいね本当にだいぶ先になると思います。大迫選手取れるのはだいぶ先になると思うんですけど、ちょっと給与予算にね余裕が出てきたりとか、まあカップ戦で優勝賞金とかがね出てくればちょっと選手獲得しても面白いのかなと思うのでね、まあ大迫選手、そして本田選手、本田圭佑選手、香川真司選手あたりね、ちょっと欲しいよね。やっぱり日本人選手ばっかになっちゃうけど。守備ブロックを組んで受け渡していくマークの仕方をしているんですよね。さあ60分経過でございます。ちょっとゲームプラン確認していきましょう。さあどうだ、まあゴイオス選手変えるかな、ハービー選手行こうか、今日はスパサブハービー選手、そしてウィリー・ハリントン選手もちょっとあれなので、センターミッドフィルダー、今日エグバードキャスダイン選手デフトなのでセンターミッドフィルダーとしてちょっと入れましょう。真ん中に小林裕樹選手入れましょうか。センターミッドフィルダー3枚でいきたいと思います。でとりあえず行こうかな、こんな感じでちょっと2枚替えでいきたいと思います。長いボール縦に入れます。さあここまだね1点しか取ってないんで、もう1点欲しいところであるんですけど、さあこれキキアルカスには、残念。とにかく前へ前へですよね。とにかく前へ進むだけだ、ドゥン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 。おっとこれは旗が上がっています。オフサイド、オフサイドですよ、それはオフサイド。さあもう1点欲しいとこですよ、 AC ミラン。さあここでゴイオス選手に代わってスパサーブハービー選手、まあ、前回の試合ねもう本当にいい点を決めてくれました。そしてウィリー・ハリントンに代わってセンターミッドフィルダーエディ・キャニング選手。ここね中盤センターミッドフィルダー3枚になるんですが、まあ、なんとかちょっとね頑張ってほしいなってきますね。さあコールフィールド選手センターバック押さえてよ、押さえてよ、 OKOK、 ナイスナイス。バシリ選手、あまだクリアできてない、やばい、ミンチ、おー危ねー、
今日はねキーパーメリコフ選手ですからね。35歳独身メリコフ頑張ってほしいね。メリコフ選手今ねうちのねキーパーは中村選手とメリコフ選手でやってますから、なんとか頑張ってほしい。おっとイエロー選手の17番足つっちゃいましたね。ちょっと変えてあげて。スタミナ切れじゃない。まあ、スタミナ切れになるとねこういった演出もあるっていうところでね。ピッチャー、あ、変えますね。ピッチャーじゃねえわ。ピッチャー野球じゃないかい。17番の選手変えますね。さあもういってほしいね最後の試合。さあスパサブハービー選手80分だったらちょっと3枚目交代も考えましょうか。落ち着いていこう。ダビド2番裏へのスルーパス。さあ大越選手、さあここはメリコフ、メリコフナイス。メリコフ危ない危ない。いいクロスでしたね。さあ80分経ったのでちょっと見ていきましょう。スタミナどうだ。うーん、ルカ・ジョルザ選手があれだね。ちょっと変えようか。そしたらウルフ・セイファート選手入れましょう。これでちょっと3枚目ですが、3枚交代全部使い切ってという形ですが、ルカ・ジョルザ選手ちょっと交代します。サイドバックの選手もね若いですからね。2人ともまだ10代じゃない。大越選手、サービー、アービー、いやキキアルカ選手のクロスめちゃくちゃ良かったですよね今ね。あ、オフサイドか。切り替えたいとこですよね。まあ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 、入ってたとしてもオフサイドだからまあいいでしょう。さあルカ・ジョルザ選手に代わってウルフ・セイファート選手がライトサイドバックに入ります。ミランとしてはこのまま終わりたいとこですよね。さあ残り5分、まあ、ロスタイム含めるとどうなるかというところですが、なんとか1対0、まあ、勝ちはねちょっと勝ち点3は取りに行きたいですね。グレンビル、まあ、もう1点取れればね大きいんですけどね。さあ大越選手からいいクロス入って、いや大越選手がね本当にいいんですよね。いいロングパスを上げてくれる。さあ小林選手、真ん中小林選手からハービーに、うまい、これはハービー、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 ハービー惜しい。まあまあでもね今ディフェンスと競りながらのシュートというところでね、なかなか厳しかったんですが、まあ、ハーディーはね前回の試合も活躍してくれたのでもう何も言えません。はい、頑張ってくださいって感じですね。さあロスタイム残り1分、ここはなんとか抑えてほしいですね。頑張れ。逆に絶対この時間に取られちゃダメだよ。さっきのうちのチームみたいな試合しちゃダメだよ。本当に相手のチームにそういう感じでされるのは。ロスタイムもう終了で点取られるのはダメだよ。メリコフ、OK OK ということで本日の3試合目 DL イエローとの対決は1対0で AC ミラン勝利することができました。素晴らしい。ということで本日の成績は2勝1引き分けという結果でございましたね。いやでもしっかりと勝ち点は勝ち取ることができたので積み重ねられているのでいいでしょう。キキアルカ選手 7.5 評価点素晴らしい、いい感じですね。ということで、ミランは勝ち点35で1位キープでございます。素晴らしい。この調子でね、イタリア2部リーグ、制覇していきたいところでございます。さあそろそろ冨安選手の、交渉が来てるんじゃないかな。どんな感じかちょっと見ていきましょうか。それで本日終わりにしたいと思います。1点の重み、素晴らしい。キキアルカ選手がよく決めてくれた。冨安選手の交渉が決裂、マジで、マジか、ダメだったか。メリコフ選手に移籍の噂が来てますと。マジかダメだったか。冨安選手、我々と、ポローニャ、ボローニャとのクラブとしての実力差だ。あ、そっか。やっぱまだ冨安選手は取れないか。ちょっと現状、クラブの差が大きいと。まだ AC ミランは格下に見られてるというとこですね。なるほどね。レイナ・ジャービスとの交渉についてきてます。そして監督業は、まあ、AC ミランで続けるので、というとこですね。マジかよ、契約解除金払うのにダメなのか。まあいっか、じゃあちょっとマイチーム見ていこう。レナ・ジャービス選手に来てますが、契約が更新されてないことで各チームが接触してきている。まあ、ジャービス選手もね、貴重なセンターフォワードですからね、残しておきたいんですが、21歳65か、総合値。まあまだ残しとこうかな。ここは交渉中止で一旦行きましょう。はい、あとは、誰か来てる？来てないか。バシリ選手来ててって感じかな。バシリ選手もちょっと今冨安選手が取れてないのでっていうとこですね。まあレホイダ選手移籍リストに出してるので、まあ冨安選手ダメだったか。もうちょいクラブを大きくする必要があるということで、まあでもね、我々のクラブへ移籍することに対して前向きではなく、前向きでなかったんか。そっかそっか。まあまあまあ、でも今後ですよね。今後ちょっと
ね、大きくなったらクラブを大きくしてぜひ冨安選手にもね入ってきてほしいなというところがあるので、まだ21歳ですからね。まあ一部リーグ行けたらっていうとこかな、うーんって感じですかね。逆に大迫選手とかどうなんだろう、まだ取れないかな。大迫優也選手77総合値、給与算とかどんな感じだ。チームにとって必要な選手を手放すことに難色を示している。あ、そっか、契約解除金とかどうこうではないと。もう大迫選手自体は来たがってるということなので、まあ、取ることは可能ですね。まあ、でもやっぱチームがまだ格下に見られているというところでね、あと大迫選手が必要というところでちょっと今現状は厳しいというところかな。でもやっぱまだセンターフォワード欲しいので、あ、センターフォワードじゃない、センターバックか。冨安選手無理だったか。まあまだ今後ねちょっと考えていきましょう。はい、ということで皆さん本日もご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ初見で来ていただいた方はチャンネル登録、いつも来ていただいている方は高評価コメントいただければ私の動画のモチベーションにもつながりますのでお手数をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。概要欄に私のツイッターのリンク、他の配信アプリのリンクや LINE グループ白王子ファミリアについての詳細なども載っております。お時間ある時に目を通していただけたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。ということで本日の、参戦、無事にね、勝ち点1、勝ち点3、勝ち点3、積み重ねることができました。次回リーグ戦ですね。で、そろそろ冬の移籍市場が始まります。めちゃくちゃ皆さん楽しみかと思いますが、まあここね、ちょっと、見ていきたいなと思いますので、次回ね。次回いけるかな？どうだろう？まあ次回そうですね、移籍期間に入るっていうとこかな。入る前か。っていうところまでいけたらなっていう感じでございますので、皆さんぜひ次回の動画も楽しみにお待ちいただけたらと思います。で、移籍市場っていうところもね、確認したいんですよね。はい。まあ、こんな感じで今、移籍市場起きてますよということで。まあ、次回の冬の移籍市場入る前に、夏の移籍市場かな、これは。まあ、こんな感じで、移籍市場がめっちゃ多いですね。ちょっと確認していきたいんですけど、長いですね、これね。めちゃくちゃあるので。まあ、パリ・サンジェルマンに移籍してる選手とかもいますね。バルセロナに移籍してる選手とかもいますね。アントニー選手。19歳。ライトウィング、総合値73。すごいですね。まあ、若い選手で19歳でね、総合値73とかあればね、十分ですからね。はい。まあ、これもちょっとね、ちょくちょく見れたらなと、冬の移籍市場はね、思っておりますので。皆さんぜひともよろしくお願いいたします。ということで、また次回のウイレ2020マスターリーグでお会いしましょう。またな。ありがとうございました。お疲れ様でした。